脳崎事件は1945年に起きたアメリカ軍兵士に対する死刑殺害事件。事件の故障は第152師団長だった脳崎政治陸軍中将から取ったものである。事件現場が沢良町だったことから沢良町事件とも呼ばれる。1944年後半から日本本土空襲が行われるようになった。 日島が占領された1945年3月以降、関東地方各地の都市は、毎日のように、米軍機による襲撃を受けるようになっていた。1945年6月23日も千葉県、8日市場町上空に、P、P51 の編隊が襲来、機銃装者などを加えた。やがて編隊は、九十九里方面に離脱していったが、 うち一機が迎撃に上がった日本軍戦闘機と交戦し、被弾、区下村に墜落した。撃墜された搭乗機の操縦士だった、ジョン・スキャンラン・ジュニアアメリカ陸軍中尉は落下山で、脱出したが降下中に、日本軍戦闘機から銃撃を浴び、降下した区下村では、村人や軍人から竹槍や銃剣で刺され、重傷を負い捕らえられた。スキャンラン中尉は、 第152師団司令部が置かれていたワラ町立国民学校一部校舎にトラックで連行され簡易治療を受けた後に捕虜尋問を受けた。その後、スキャンラン注意は両手を縛られ一部校舎裏手にある校庭に出された。町ではアメリカ兵が捕まった小学校へ連れて行かれたなどという噂が流れ次第に一部校舎に見物人が集まってきた。軍人は 戸惑いと悪が入り混じった目で、スキャンダン注意を見つめる町民の前で、お前らの敵だぞと言い放って一部校舎に生えていた桜の枝を二本折ると、枝で二三回注意の体を叩いて見せた。それを見て一挙に興奮した町民たちはその桜の枝を奪い合うようにして次々とスキャンダン注意を叩いた。激しい悪に駆られ、叩きつけたため桜枝はすぐに折れてしまった。そして、 身動きができないほどの町民が集まったため、四五人の軍人たちは倒れ込んでいたスキャンラン注意を起こし、学校教対岸にある広い校庭へ引きずっていった。対岸の広い校庭にはさらに多くの町民が集まり始めた。町民たちの中には、米軍機による度重なる空襲にさらされ、身内を失ったり、戦地で身内をなくした者もすでに多く、息子の敵、 父ちゃんを改正などと叫びながら、女性、子供、老人を中心とした数千人の群衆が取り囲んだ。やがて町民の誰かが持ってきた竹槍や棒で、代わる代わる、スキャンダン注意を叩き始めた。皇帝にあった、朝礼台の上では、拡声器を持って、もっと叩け、もっと叩けと扇動する町民もいた。叩かれる合間に、衛生兵が、カンフル注射を二三本撃ったが、 最後の注射には反応はなく息絶えた。それでも、気の収まることのない町民は、スキャンダン注意を叩き続け、数時間余りの暴行の末スキャンダン注意は死亡した。注意の亡骸は、清国寺に隣接する、無縁物を埋葬するための共同墓地に、荒縄で縛られた状態で逆さまに埋められ、その上には、彼が履いていた靴が備えられた。 GHQ による事件の本格的な調査は、大戦後の1946年頃から行われ始めた。殺害に関係があるとみなされる軍人、町民をはじめ、町長や警防団長などの町の有力者が、次々と GHQ の事情聴取を受けた。町では、うかつに喋ると、先犯として、新中軍に引っ張られるぞと囁かれ、学校でも一切このことについては言うな。 言えば、アメリカに連れて行かれ、奴隷にされるぞと観光令が敷かれ、町民の中には、精神異常者を装い聴取を免れた者や、町民による流言や密告も行われた。1948年4月12日から5月13日にかけて、横浜地方裁判所の建物で開かれた、横浜軍事法廷においても、軍人、町民同士によって、 罪のなすり合いが行われるなど混乱を極めた。最終的に裁判では、師団長の野崎誠二陸軍中将、同高級副官の葛西平馬陸軍少佐、沢田町民7名には直接関与はないと認められて、無罪となった。一方、スキャンダン注意を司令部から出すことを許可した参謀長が、重労働40年の実刑を受け、他の2名の軍人が、 重労働の実刑、他の町民4名が重労働1年の実刑を受けまくを閉じた。宮崎正夫編、B29 撃墜事件記録等の省庁公民館、ありがとうございます。